8月20日水曜日7時を回りました。おはようございます、ピーターバラカンです。おはようございます、稲葉智美です。ピーターさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日で63歳になったか。今日の気分はいかがですか。寝苦しかったか。なんかもういつも通りじゃないですか。何も変わりませんよ、もうこの年になったらね。でもね、あのリスナーの皆さんからね、たくさん あのおめでとうメールをいただいててありがとうございます。よくみんな知ってたねと思うぐらいですね。ウィキペディアに書いてありますか。あ、そっか、はい、あの広林英雲さんからこんなメールいただきました。おはようございます、バラカンさんの誕生日おめでとうございます。私より9日早い同じ1951年生まれ。物事を思うと一つのことをやりながら他のことも考えている器用なところもあるバラカンさん、そしてせっかち。私も友人たちに広林さんにせっかちなんて言われたくないと言われるくらいのせっかちな物資。落ち着いて物事に取り組みましょう。僕でもね、そういう何かをしながら別のことを考えてる器用なところが全然ないですよ。そうですか、うん、これもね、男と女性の脳の違いがあるんですけど、僕はそういう意味ではね、典型的な男です。一つのことにあの集中してるとね、他のこと言われてうるさいって言っても構ってられないタイプなんですけどね。自分と同じ誕生日の人にロバート・ブラントがいます。で、先ほど五十嵐武雄さんから、からもメールいただきました。ロバート・ブラントと同じ誕生日だと先日のサマーソニックの会場で知りました。いいライブでしたね。まさかモニターに映った自分の姿をピーターさんに見られてるとは思いませんでしたが、あのライブの後ね、そのこの五十嵐さんとお会いしたんですけど、はい、あの何度かお会いしてる方ですからね、モニターにものすごく大きく顔が映ったから、あーちょっと私多分見てたはずですね。どの方だったんだろう。会えばわかりますよ、確かに、はいはい。さて、実は、今日最初にかけるのがそのロバート・プラントなんですけど、皆さんよくご存知の通り、あのバンドはとても苦手だったんですけど、生まれて初めてロバート・プラントいいなと思ったのはこの曲でした。さて、先ほどツイートで、今日はロバート・プラントさんだけじゃなくて、ごめんなさい、ジョン・ハヤット、アイザック・ヘイズ、ジェイミー・カラムもお誕生日みたいですよと。はい、ありがとうございます。そういえばそうでしたね、前にも、そういう人たちの曲を、この日にかけたことがあったんです。今日は、持ってきてないんですけど、ジョン・ハヤットの新作もなかなか良かったので近日中に紹介します。さて、花子さんから、今日は何と言っても自分の誕生日なので自分のためにリクエストをお願いしたいと思います。今年は夏休みをゆっくり過ごすことができたのですが、毎日近所のプールに行ったり友達に会ったり子供の頃に戻ったような生活を一週間過ごしていたら、とてもいい、とても気持ちが元気になりました。シンプルなことですが、困った時にはすぐに会える友人がいて、ゆっくりと美味しいご飯が食べられる、幸せなことですね。もちろんいい音楽も一緒に。毎年誕生日を迎えると夏も終わりだなと寂しい気持ちになります。夏生まれは一層敏感なのでしょうか。でも、この曲が流れてきたらしばらくいい気分で過ごせそうな気がします。スタンドバイミー、原曲はもちろんジョン・レノンのも好きです。この映画も好きで、この時期に見たくなるものです。いつも、力になってくれる家族、周りにいてくれる友人に感謝の気持ちで一日過ごしたいと思います。おじいちゃんの命日でもある今日、忘れずに済むことを、ことに感謝です。物事はきっと意味があるんですね。今日から30代突入です。子供の心を忘れずにしっかりと大人になっていきたいです。はい、ありがとうございます。で、もう一方、野瀬守さんからもメールいただきました。以前より毎年8月20日が迫るとリクエストメールを差し上げようと思うのですが、なかなか腰を重く、生まれて初めてのお便りになります。実は私もバラカンさんと同じ、1951年8月20日、本日63になります。これからも、時折お話しされる、バラカンさんの青春時代の音楽の、話題を自分の心の音楽ヒストリーと重ね合わせ楽しんでいます。リクエストはスタンドバイミー、1968年ぐらいに当時のディスコ The Other、
でよく聞いたのですが、オーティス・レディングのライブ録音の音源だと思うのですが、そのバージョンはそれ以来聞くことができません。自分が尊敬するサム・クックを他のアーティスト名が曲の中に織り込まれていたと記憶しているのですが、それでなくてもバラガンさんのおすすめのスタンドバイミーをプレゼントしてください。オーティスのライブは僕は聞いたことはないんですけど、スタジオ録音はあります。これでどうでしょう。イギリスの家の価格の話なんですけど、夏になるといつもこの寝苦しさとかね、湿気がひどくてね、夏だけでもね、もう東京なんか脱出してイギリスなんかで過ごせればいいなと思って、ちょうどね BBC のサイトでイギリスの家を買うのにいかに金がかかるかっていう記事が載ってます。ロンドンは一番高いと、実際のお金でいうと一番高いんだけど、そこ の, 住んでるところの給料の何倍かっていうことで考えると、ロンドンはだいたい10倍なんですって。年収の10倍ぐらいで平均的な家が買える。でもうちょっとロンドンから離れたところでいきなりそれが20倍ぐらいになる。え、そうなんですか。というところがね、いくつかあって、こんなにね給料の差があるの、あるのかってちょっと驚いたんですけどね。あ、そういうことですね、はい、お給料が少ないっていう。そう、ロンドンに比べたらちょっとでも郊外の方に行くとね、途端にねちょっとその給料が下がるし、で地価が高いんだって、その相対的に言うと。面白いですね。だからかなりこれ厳しいもんだなと思ってね。 ちなみに東京は年収の何倍ぐらいなんだろうね、調べてみないと分かんないけど、はいはい、さて、もう一曲いきましょう。さて、京子さんからいただいたメールです。この番組のおかげで聴く音楽の範囲やジャンルが一気に 広く深みが増している日々で本当に感謝しています。8月20日ピーターさんの誕生日ですね。同じ日が、その音楽の幅深みを広げてくださった今習ってるギターの先生堀尾さんの誕生日でもあり、お二人に感謝を込めてリクエストしたいのです。先生が大好きなジミー・ヘンドリックスをピーターさんの選曲でかけていただければ大変嬉しく思います。はい、ありがとうございます。ジミー・ヘンドリックス、たくさん好きな曲がありますが、今日はこれでどうでしょう。 From Kyoto News Sources and I'm KC. We spoke yesterday about that the Japanese man in Syria, Mr. Yukawa. And right after the show finished yesterday, I got an email from Monty Dauphin or Dauphin. I'm sorry, I'm not quite sure how to pronounce that. A little bit irate. I should probably read it out, actually. He says, your assumptions are wrong and misleading the public. Defense contractors are not assassins and mercenaries. Defense contractors can be normal people doing normal jobs under hostile conditions. My stepfather was a defense contractor in the Middle East doing electrical work. I was also in the Middle East and have direct experience with defense contractors. Many jobs are done by local nationals. The defense contractor teaching, learning, escorting or being escorted is allowed to carry a pistol for personal protection. Please correct your claim that defense contractor is another word for assassin and mercenary. So I guess I should apologize for being maybe a little bit too sweeping in my statement there. I should also add that it may have something to do with the book I just finished reading last night, which is John le Carré's A Delicate Truth, in which defense contractors come up a bit, and he tends to deal with them in those sort of terms, or at least the character in his book does. Regardless of my own statements yesterday, I do recommend that book. It's very, very good. Okay. Thank you anyway, KC, and we'll see you again at 9 o'clock. No problem. I'm always glad to listen. Always happy to listen to you. Just, I'll send you my bill. Amos Milburn, one scotch, one bourbon, one beer. ちょうどついこの前読んでたとても面白い本があってね、吉村信彦さんが書いたウィスキーボーイという本なんですね。はい。この吉村さんは、酒造会社の宣伝の仕事をしていたようで、これはまあ小説に、一応小説になってますけど、そのウイスキーの世界のことをかなり赤裸々に書いたものです。大手酒造会社の宣伝部の話ですから、広告会社とか、いろんなメディア関係 の, し話もいっぱい出るし、まあ、実際にあったスキャンダルのことも80年代の話なんですけど、皆さんよく知ってるような話も多分出てくると思うんですけど、その舞台裏がとてもよくわかる、
で文章もねすごく上手なんですね、この人。とても僕は面白く読んだ、本なんですけど、音楽の話もところどころ出てきます。ある、広告の、プランニングの会議の、ところで音楽をどうするかというところですぐにライクーラーの、話が出てくるんですね。でそのちょっと前にロンサムカウボーイっていう、あれはパイオニアだったな、ステレオの、コマーシャルでライクーラーが出てたからどうしたこうしたっていう話も実際に出てくるんですけど、そのパリテキサスがいいんだよなんていう音楽ファンが読むとまたねクスクスってくるようなところが若干あって、そこで今日、そのライクーラーのパリテキサス聞こうと思います。この本でウイスキーのうんちくがいろいろ出てきて、それもまた面白いですね。モルトウイスキーとグレインウイスキーの違いとか、ブレンドするときにどういうふうにブレンドするとどうなるかとかね。僕はウイスキー全然飲まない人間なんだけどね、それでもね、とても面白かったですよ。それとその、酒造会社のチーフブレンダーっていうすごくちょっとかっこいい感じの、ちょっと反骨精神の男がいるんですけど、彼の話でね、ケルトの話をするんですね。もともとウイスキーを作ったのが、スコットランドの人たちだったりするんですからね、うん。で、そのケルトのところ、ちょっとね、読みたいんですけど、スコットランドにウイスキーが渡り、やがてウイスキーに税金がかけられるようになると、州税理の目から逃れるために自分たちの作ったウイスキーを樽に入れて谷間に隠すようになりました。そうして、時が経って樽を開けてみると無色透明だった酒が琥珀色の液体になっていた。しかも美味しくなっていたんですね、計算して美味しくなったわけじゃない。ウイスキーはたまたま成熟したんです。税金逃れから生まれたところも反骨精神に溢れています。ウイスキーは毒にも薬にもなる。人を助けることもあるし、殺すこともある。いわばナイフのようなもの。この本質に、闇をはらんでいるのです。ですから、売れすぎてはいけない。いいものを少量しか作ってはいけないのです。というね、そのチーフブレンダーの言葉があるんですね。なかなかこれもいいなと思ったんですけど。そのチーフブレンダーはね、ゴロワーズというフランスのタバコを吸ってるんですけどね、はい、その、下りを読んでもちろんこの曲を思い出しました。2way bulletin board の時間です。先ほどウイスキーの話でかなりツイッターが いっぱい来ましたけど、その中でね、そうだそうだと思ったものはね、天使の分け前という話があるんですね。これすごくね、本にも出てくる面白い話なんですけど、はい、樽に入ってるウイスキーがあるとね、その樽から少し蒸発するんですね、うん、で、そのスコットランドの人たちはこれ天使の分け前だっていう話をするんです。ロマンチックです ね、だから1年に確かね 3% ぐらいかな、蒸発するもんだから、まあ、10年で3割がなくなるわけですよね、うん。まあ、その少しずつなんか足していくらしいんですね。ああ、ワインもそうですよね。あ、そうか、樽を使うって贅沢ですよね。で、その酒造会社はね、はい、の中の人たちで、これはもう要するにもったいないからっつって、アルミの樽を使おうっていう話が出てくるんですね、はい、うん。でも味わい変わっちゃいますよね。ですよね、うんうん。だから要するにそういうくだらないことを考えるやつが必ずいるっていうことですよね。はい、なかなかね、とにかく面白い版だった。さて、先ほどのゴールワーズの話で、これもまたねツイッターでいろいろありましたけど、テリー時田さんから、タバコ嫌いだからというわけではないんですが、ゴールワーズを室内で吸われたら恐ろしいですよ。禁煙になる前のパリのカフェなんていられたもんでなかったです。お気持ちはよくわかります。私も十数年そのゴルワーズを1日2箱吸ってたもんだから、周りにかなり迷惑をかけていたということを今となっては反省してるんですけど、美味しいんです、このタバコが非常に、うん、でもそうね、反省しなきゃいけない。さて、峰健一さんからリクエストいただきました。今週の水曜日8月20日はティン・リッジのフィル・レナットの誕生日です。1949年生まれの彼は、存命であれば65歳になってました。別に彼の身内でも友人でもない自分ですが、
この番組ではティン・リズィをかけていただける確率も低そうなので、フィルが敬愛していたというヴァン・モリソンの曲を天国にいる彼のためにかけていただけたら嬉しいです。曲は One Irish Rover がいいですが、はい、いいですよ、かけましょう。今月は毎日この時間にいい音アーカイブをお送りしています。今日は、ボブ・ディランの Like a Rolling Stone かけようと思ったところ、ちょうど田中達也さんから、その曲を、僕の誕生日、プレゼントのような感じで、これからも、転がり続けてくださいっていうメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、滞りなく転がることを心がけて生きていきます。後押ししていきます。Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Today with a high of 33 degrees. And here in Tokyo, it's going to be sunny with a 100% chance it will be Peter Barakan's birthday today. And today's high of 35 degrees. Inter-FM headline news is compiled from Kyoto News Sources, and I'm KC. What a wag. Thank you. Is that a compliment, a wag?Yeah. Okay, good. A wag means a funny person. Okay, yeah. Oh, you don't know that one? Didn't know that one. That's, okay, well, you live and learn. Yes, wag. W-A-G. W-A-G, yeah. You're such a wag. Yeah. Okay, thank you. It's a good expression. Happy birthday. Very useful. 63 big ones around the sun? Something like that. 63 times around the sun. Yep. Yeah. Yep. Did you get any frequent flyer miles for that? Just one extra nail in the coffin, I think. Thanks, Casey. We'll see you tomorrow. 昨日の夜、ビルボードライブでロバート・グラスパーエクスペリメントを見に行ったんですけど、まあ、相変わらずですけど素晴らしかったです。新しいベーシストなのかな、あのグループのベーシストはちょこちょこ変わる印象が あるんですけど、ロバートのピアノとその新しいちょっと名前忘れちゃいましたけど、あと、ケイシー・ベンジャミンのサックスとボーコーダー、そして、ドラマは前回と同じマーク・コルンバーグの4人でやっています。今日も明日もあります。ほぼ売り切れではないかなと思うんですけれど、もし行きたいという方は、会場に、まあ、電話でもして、確認の上で行った方がいいと思います。ちょうどサマソニックに出た時の音源が1曲分あるので、それを聴いていただこうと思います。ちょっと長めなんですけど聴いてください。 Let it ride。 アルバムではノーラ・ジョーンズが歌ってる曲なんですけど、はい、ここではケイシー・ベンジャミンがボーコーダーを使ってやってます。いや、あのボーコーダーっていうのをこうライブで見てるとつくづく不思議なものだなと思うのはね、あのメロディーは全部キーボードで弾くんですね。だからそのマイクに向かって多分喋っててるのかな、音程つけちゃいけないんじゃないかなとなんとなく思ってね。キーボードが全てのメロディー、ほらギターみたいにしてこう、はい、抱えるキーボードありますよね、あれを使ってメロディー弾いてますけど、だから歌ってあれで、あ、でもそれとも喋っても歌っても変わんないのかな、誰か詳しい人がいたらぜひ教えてほしいんだけどね。あのすごく、でもね、あれものすごく久しぶりに聞きましたけど、あれはたまに聞くと、なかなかいいものがありますね。一回やってみたいですよ ね、ロバート・グラスパーエクスペリメント、今日も明日もビルボードライブ東京に出ています。さあ、今日またね、マイラ・アンドラージの素晴らしい歌で、はい、なんかのいい雰囲気になりましたね。あの歌ってる時の表情も良かったですよ ね、あの目を閉じてね、こうちょっと歌詞のない歌はなんとも色っぽいんですよね。来週水曜日 WWW のライブです。アルバムタイトルは緑の風愛の言葉、もう発売中です。さてこの後10時からはバンスケイさんのミッテイマジックです。引き続きインター FM でお楽しみください。ではまた明日。